はい、というわけで、もう深夜なんですよ、今。なんでちょっと声は抑えめにね、商品の方を紹介していこうかなと思います。はい、ということで、正義のフルーツミックスオレ。で、今回ね、この、今ダブル見せたんですけども、5種類プラスシークレットが1種類あるという感じです。で、それをね、ちょっと買ったんだよね、全部。てか、正直全部買うつもりはなかった。なんだけどね、ちょっと、ね、好奇心がちょっとうずいて、2000円が吹き飛びました。これ以外にもね、あと何個かね、好きなライダーとかは買ってるんですけど、一応これ全種類揃えれたということで、ちょっと見ていこうかなと思います。というわけで、まずね、普通の5種類から見ていこうかなと思います。まずはこちら、クーガですね。クーガですわ。で、ちゃんとね、ここにもロゴがね、ついてる。で、これ後ろ姿と、あとライダーズクレストと仮面ライダー、クーガって書いてます。こんな感じ。じゃあ次、ファイズですね。ここにね、ファイズのロゴ。で、後ろ姿じゃない。こっちはね、右向いてるんですけど、左向きのファイズですね。で、ここにライダーズクレスト。じゃあ次、電王。電王はちょっと深く横向いてますね。で、ライダーズクレスト。てか、オレンジなんだね。オレンジと赤のグラデーション。じゃあ次、ダブル。正直僕はこいつだけでいいと思ってたんだけど、買っちゃいましたよ。ちゃんとロゴもありますし、おいいね、この背景のね、このジョーカーだけ見せるっていう。で、ちゃんとね、このライダーズクレストも緑とね、黒を使ってます。贅沢。じゃあ次、オーズ。正直この5種類の中で一番豪華だと思ってます。なぜなら、もうロゴが違う。10周年ということでね、この10周年のロゴがついてます。で、さらによ、アンクがいるの。いや、もう豪華すぎるでしょ。正直この中で一番当たりな気がします。で、はい、もうライダーズクエストがダブルを超えた。3色使ってます。いや待って、オーズ豪華すぎるだろ。というわけで、これが通常の5種類になるんですけども、あともう1種類シークレット、ちゃんとゲットしてきたので、それ見せようかなと思います。もしネタバレ控えたいという人は、今すぐブラザーバックしましたね。でね、そう、電王の後ろに置いてんの。なぜかって、そのシークレットがこれだからです。はい、こちらイマジンズですよ。いや、俺正直この5人の寄せ集めとか、あとはやっぱり昭和、平成、令和の3人ライダー、1号、クーガー、01、またはセイバーが寄せ集めで入ってるんじゃねえかなって思ってたんですけど、どれも外れ。まさかのイマジンズ。いや、もうね、イマジンには勝てないということですわ。っていうわけでね、6種類頑張って集めました。2店舗回ってきたんですよ、2店舗。さすがにね、1店舗で買い占めるっていうのは立ちが悪いのでね。というわけで、ミックスオレということで飲みましょうや。僕ダブル好きなんで、ダブルは2個買ってます。てか思った。消費期限、いつまでだこれ。4月の23。あ、全然いける。よし、俺はもうこだわる。ゼロのここに穴開けますって思ったんだけど、それもう1号の顔に穴開けるような、もう顔というか、複眼に穴を開けるようなもんですけどね。刺しますけどね。じゃあ、いただきます。あ、普通にうめえわ。フルーツミックスオレ。体に普通に良さそう。一つやらかしたことといえば、夜中に飲むようなものではない。